レーレ・フロランタン・ポグバは、ギニアコナクリ出身のプロサッカー選手。リーグ・ドゥ・エフシーソイ・コール・モンベリアル所属。ポジションはディフェンダー。ギニア代表サッカー選手のマティアスは、双子の兄弟、フランス代表サッカー選手のポールは実定。ギニアの首都コナクリで生まれ、生後8ヶ月の時に家族と共に、フランスのロワ・アンブリーに移り住んだ。 2012年夏の遺跡史上最終日に AS サンテティエンヌに50万ユーロで遺跡し、直後にフルス c エスダンアルデンヌにレンタル遺跡。2013から14シーズン当初は定位置確保に苦戦したが、12月3日のモンペリエ HSC 戦で復帰後初ゴールを挙げて、以降スタメンに定着した。しかしギニア代表の試合で重傷を負い、離脱を余儀なくされた。 第36節のアグックニース戦で復帰。2014から15シーズン終了後、アストンビラ FC 移籍の可能性が報じられたが、残留した。2016から17シーズンの UEFA、ヨーロッパリーグでは、決勝トーナメント1回戦で、マンチェスターユナイテッド FC と対戦、弟ポールとのマッチアップが実現した。2018年1月31日、 トルコスユペルリグの現地レルビル DSK へ1年半契約で完全一席。2019年2月5日、MLS のアトランタユナイテッド FC へ完全一席。2010年8月11日、マリ代表との親善試合でギニア代表デビュー。9ヶ月後、トゥーロン国際大会2011に参加する U-20 フランス代表の招集を受けた。ボグバは、 すでにギニア代表として出場したが、公式戦ではないためフランス代表への変更が可能だった。フランス代表は順調に勝ち進んだが、決勝戦でコロンビア代表と PK 戦の末に敗れた。2013年3月24日に行われた2014、バットハイ、アフリカ予選のモザンビーク戦でギニア代表に復帰。ありがとうございます。